佐渡市で特産品のさつまいもを使った干し芋作りが最盛期を迎えています。佐渡市の小木地区では昔からさつまいもの生産が盛んで、冬に保存食として干し芋が作られてきました。使われる芋は甘みが強くしっとりとした食感の紅はるかです。1ヶ月ほど寝かせて甘みが増した芋を蒸し、皮を剥いたらスライスしていきます。その後およそ30時間かけて乾燥させたら完成です。食べるときに軽く火を通すと芋の風味が増してさらに美味しくなるということです。食べてもケーキかなって思うぐらい甘い糖分がいっぱいあります。売れ方も自分たちがびっくりするぐらい売れております。小木地区の干し芋作りは今月いっぱい行われ、市内の土産物店を中心に出荷されるということです。